京急寿司線。寿司線は、神奈川県横浜市金沢区にある金沢八景駅と、神奈川県寿司市にある新寿司駅を結ぶ、京浜急行電鉄、京急の鉄道路線である。英語表記は、京急寿司ライン、駅ナンバリングで使われる、路線記号は KK。線内折り返し運転は少数で、早朝深夜は、金沢八景駅から新寿司駅、夜を中心に、 金沢文庫駅から新津市駅間の折り返し列車が主体となる。2012年10月21日のダイヤ改正から日中以降の大半が後日のエアポート急行に置き換えられ少数派の種別になった。基本的に6両編成または4両編成だがエアポート急行の送り込みとなる列車や新津市駅に到着したエアポート急行、特急 2016年11月21日以降が折り返し普通金沢文庫行きとなって入庫する車などは8両編成で運行される。また、船内折り返し運転からエアポート休行となる運用が土休日の朝にあるため一部の金沢八景発着は8両編成で運転されている。その他にも品川、羽田空港、木の実、京急川崎、 神奈川新町発着の列車も設定されている。車両は大多数の列車が、京急車だが、平日夜の新津始発金沢文庫行きの一本は、都営車で運転されている。なお2017年10月28日以降は、土休日にも一本設定される。本線系統で大幅にダイヤが乱れた場合は、日中でも折り返し運転を行う場合がある。折り返し運転時は、 本線の上下列車に接続するなど、乗り換え客への配慮がなされる。空港線、羽田空港方面に直通する種別で、図志線内は各駅に停車する。2012年10月21日のダイヤ改正より、日中以降の図志線の列車は、ほとんどがエアポート急行になった。日中以降10分ごとに運転され、羽田空港駅から新図紙駅間での運転が基本だが、 京急川崎発、神奈川新町発、金沢文庫発着の列車も設定されている。車両は8両編成、または6両編成が使用される。また平日に、都営車で、金沢文庫発新津市駅が2本、羽田空港駅から新津市駅が1、往復設定されている。なお2017年10月28日以降は、土休日下り6本、上り5本。 羽田空港駅から新都市駅で設定される。2015年12月5日改正のダイヤでは、平日の朝ラッシュ時、6から8時に上下合わせて12本運転される。なお、現行の特急は1999年7月31日のダイヤ改正で設定されたものだが、過去にも1974年、下記のみ1976年まで。 設定まで特急が設定されていたことがあり、こちらは、六浦駅、神無寺駅は通過していた。正式名称が、快速特急から、快得となった1999年より、金沢文庫で、京急栗浜駅などと、像解決する多層建て列車として登場した。主に、京急川崎から新図士間で運行されていた種別。 主に京急本線内の神奈川県内での即達種別であったが、1999年7月31日のダイヤ改正で廃止。朝ラッシュ時には、青と高砂護行き及び北総線直通の急行、と休日は品川行きが運転され、日中は新津市金沢文庫の区間列車と本線直通急行の交互運転、夕ラッシュ時は、 本線直通急行が10分ごとで運転されていた。廃止時点で、都営車のほか北総開発鉄道、現、北総鉄道車や住宅、都市整備高段車、現在は千葉ニュータウン鉄道所有も乗り入れてい、図紙線内は各駅に停車していた。2010年にエアポート急行の運転が開始されたことで、実質的に復活したとも言えるが、 京急本線内の停車駅は異なっている。1970年7月から1973年8月まで、海水翼大矢路に、京成電鉄との乗り入れ臨時列車、パシフィック号、図紙号が、図紙海岸京成成成田駅間で運転されていた。毎年7月と8月に京急と京成の車両を3本ずつ、使用して3往復ずつ運転されていた。ただし、 1970年当時は、パシフィック号は、北港は、逗子海岸発は片道一本のみであり、残りは、京急栗浜駅発と浦賀駅発が片道一本、ずつである。また、逗子号も最初の一本が、京成津田沼駅発であった。この間、い運用で、京成の車両、赤電が、品川逗子海岸間の海水浴特急ではない、臨時特急で一編成あたり三。 往復程度運用されていた。当時の停車駅は京急、京成線は当時の特急停車駅と同一、都営線内は各駅であった。1952年3月から1965年にかけて休日にハイキング客輸送向けとして、油壺、高取等の列車名で主に逗子海岸品川で運転されていた。ただし、 油壺は往路のみ、逗子海岸行き、逗子から三浦半島周遊袋は裏が、後に栗浜発だった。全列車が全駅に停車するため、停車駅は省略。全線か長が県に所在。2010年10月21日より、六浦神武寺間 2.8km が、京急線における最長駅間距離となっている。 本線の金沢八景駅金沢文庫駅間に隣接する総合車両製作所横浜事業所旧東急車両製造横浜製作所から公衆輸送される車両は逗子線の参戦機場を経由して JR 横須賀線の逗子駅へ送り込まれまた川崎重工業車両カンパニーで製造された京急の車両や日本車両製造で製造された 京急の相互直通運転先である京成電鉄や北総鉄道の車両も JR 横須賀線の逗子駅構内から逗子線の3線機を経由して横浜事業所へ送り込まれる。そのため本来の台車ではない上自走ではないものの川崎重工業車両カンパニーで製造された京急の車両が最初に走る京急の線路は逗子線となる。 総合車両製作所横浜事業所、神武寺駅間での車両輸送は終電後に線路閉鎖の手続きを行った後に行われる。しかし、東急車両を製造時代の1970年代後半には旧型国電が解体のために白中に自力改装を行ったことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。